に指定されたフォードハイジ跡に2000年の公演オープンに合わせ約5400万円をかけて20分の1サイズ、縦約 4.5 メートル、横約3メートルの模型が作られました。骨組みはアルミニウム合金の一種ジュラルミンを使い、瓦などはセラミックで頑丈にできています。